あれれ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 れ危ないよ。こんにちは、ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードです。当チャンネルはビデオオプションの迫力ある走行シーンや面白シーンを切り抜いています。いろんなテーマ、いろんな切り口で日々動画を投稿していますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また投稿者の X、旧 Twitter もよろしくお願いします。さて今回はハイブリッドバトルプリウス VS インサイトをお送りします。あなたはこのタイトルと全く同じ映画作品を知っていますか？驚異の低燃費、スピードの究極、次世代の走り屋のバイブルついに完成と銘打たれたこの映画は2010年に制作された作品。昔から車好きで、かつては走り屋だった主人公ですが、今は妻と子がいる身。そんな彼の週末の小さな幸せは愛車の AE86 で夜の湾岸を走ること。しかしある日、妻が勝手に流行りのハイブリッドカープリウスに買い替えてしまいます。落ち込む主人公、それでもプリウスに乗って夜の湾岸へ走りに行きます。その時、こともあろうに他の車に煽られてしまいます。それをきっかけに彼の走り屋の血が再び目覚めます。そしてプリウスのチューニングを開始するのでした。そこで彼が訪れたチューニングショップがトップシークレット。作中ではそのまま実名で登場し、そのチューニングを担当しているのはもちろんスモーキー永田。また主人公のライバルとして、こちらもかつての走り屋のインサイト乗りが登場するのですが、この車のチューニングを担当しているのもスモーキー。さらにこの作品の監修もスモーキー。おそらくほとんどの人が見たことでないであろうこの映画。この作品の舞台は湾岸、そのサーキットバージョンが今回紹介するフジバトルです。多分全然面白くないじゃん。走行前の大ちゃんの言葉通り、普通に考えれば面白くなさそう。しかしそこはビデオオプション、やっぱりそれっぽい映像となりました。それではご覧いただきましょう。どうぞ。ハイブリッド頂上決戦、今回は急遽隣に相方を乗せてガチンコアタック。大体さ、お前のところのさスポッターマサだろ、横に乗るの。うちはお前偉いよ。あれ D1 走者大ちゃんだよ。何やんの？オリドと俺のインサイト対プリウスのバトル、それもこの高価な富士スピードウェイを貸し切って。主役は俺とオリドです、はい、バトルは2周、はい、特に僕が主役です。市上さん、向きが主役それではご覧いただきたいと思います。これどうぞ。多分全然面白くないじゃん。面白くないから2人乗せるわけですエンジン、モーターともにインサイトを圧倒するプリウス。車重を補ってあまりあるトルクが抜群の加速性能を発揮する。車重を生かしたコーナリング性能が武器のインサイト。モーターではプリウスの加速に劣るが、秘密兵器のノスで勝負をかける。燃費の良さはどう走りにつながるのか。車内はどちらも臨戦態勢で鼻息ふがふが。果たして最強のハイブリッドはどちらか。オプトスピード、はい、スタート。加速感こちらはありますね。全然なんだ、走ってんのかあれ。よし、行け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 。あ、爆弾だったね。かスタート、はい、ほら。いや違う、あれ1800だもん。全然、いや1800なのあれ。おこんなやろ、ちょっとケツポイントまくったよねスタートダッシュを決めたプリウスだったが、ブレーキング勝負でインサイトが前へ。しかし曲がりきれない。いいぞいいぞいいぞ。大丈夫かよ。なんか出たけど大丈夫かよ。コース知らないんじゃないの。知らないんだよコース。コース知らないんだよ。余裕をかまし大きくコースを外れるプリウスに大ちゃんは、いい、早い、バカにするだね。バカにする。この人たち遅くタイム遅くなるから、グリップグリップ。分かってる。いい入ってきた。土屋健一の走りを見ます。全然ダメだな。全然ダメだって、余裕だもんね。おー、手が出てきた手が出てきた。うんでやろう、ちくしょう。やるべ、早い、ふざけてねえぞ。ちょっと頑張れよ。よし、ブレーキ勝負だ。つかめ。よし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 ダメだな。ほら
っ込みすぎだよ、お父さん。お父さん、突っ込みすぎだよ。まあ、なかなかコーナーリングスピード速いけど、こっちの加速感はあるし。加速も全然トルクが違いますもんね。全然ダメだよ、ほら。トルクフルなモーターとしなやかなボディで、悠々とインサイトを突っつくプリウス。インサイトもコーナーで頑張り、引き離す。これちょっと離れちゃった。離れちゃった。あれあれ空力、空力。ミラーを閉じないと。ミラー、ミラー。ミラーを閉じないといけない。空力。ミラー、来た、来た、来た。疲れた、疲れた、疲れた。130キロ、スリップ、スリップ入った。スリップ入った。もう加速感はこっちの方が全然ある。お、ミラー畳んだよ。いや、140キロ。あれ、なんか速いぞ。149キロ、150キロ。いや、スピード感はある。いや、なかなかでも、あれ？あれれ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 れ危ないよ、この音。ミラー畳んでるもん、だって。ミラー畳んでる。危ないよ。危うく前回のストレートでお釜を掘るところだったオリート。ミラーを畳んだおじさんは全然気づいてません。そしてインサイトリードのままファイナルラップ。いいね、ちょっとやっぱ 1.8 リッター早いよ。早いだろ、だろ。来てみろ、ね、これだろ。 OK OK、 このまま OK。 これちょっと真剣にいかないけどね。誰かこれインサされて、マジになったオリドと必死で抑え込むドリキンのバトルが続く。あー、この加速、あ、ブロックしかできねえんだな、この本当に親父は。こういうことしかできないから困るよな。よし、絶対に開けるなよ。いや、直線向こうの方が早いもんだって。いいいや、なんで1300なのあんな速いんですかね。わかんねえ、おかしいな。ちくしょう。これスリップストリームで勝ちくないぞ、これ。大ちゃん、このままだったら大ちゃん、はい、秘密兵器がある。ノス、ノス、よし、ノス、よし、ノス使うぞ、ノスを。秘密兵器使う。直線に出たらノス使うからな。直線、直線、よし。最後のストレート、秘密兵器のノスで勝負をかける。よしよしよし、インサイドから、はい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 、カモン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 。並ばれた瞬間にノスのスイッチをオン。スロット、おいおいおい、ゴー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 。ノスノスノス吹いた、ノス吹いた、ノスノスノス吹いた、ノス吹いた。よーし、ノスまた入れろ入れろ。オッケー、早いぞ。なんだよ、踏んで踏んで、なんだよ、弁解だ、踏んで、なんだよ、踏んで、なんだよ、踏んだよ、全開、全開だよ、全開、なんだよ、ミラー、いやいや、秘密兵器ノスの圧倒的な加速でぶっちぎりの勝利を果たしたインサイト。しかしまあ、静かな車だな。イエス、イエス。これノスの一押しが勝ったね。125キロからノスが噴射するんです。何回勝ったんですか、ノス。1回、最後の一周、最後の一周、最後のストレート。スターは1回しか使わない。だけどさ、125キロになかなかならないんだよ。加速感は、加速感はこっちの方が速い。確かに一周目ミラー畳んでましたもんね、ストレートの方が。危ないですよ。ミラー畳んで少しでも伸ばそうと思ったら大人なの。アイちゃんが畳めって言ったからミラー畳んだんだけど、オリトがどこにいるか分かんなくて。ストレートでフルブレーキ来たの初めてだよ、俺。このマルカーでやつ面白いね。面白い、うん、ほら、ね、どこでも目いっぱいだから。バカにしたくせに、ね、面白いね。だけどやっぱり、やっぱこういう道類でやると、こういうので走るかもしれないんだよ。